あのさ、はいはい、乳牛っているじゃないですか。あ、ミルクが出る牛のことね。うん、あの乳牛を3頭集めて合体させて最強の乳牛、スーパー乳牛を作りたいんですよ。絶対に。ずっと何言ってんすかね。でも見てみたいかも。スーパー乳牛作っていただきましょう。もう、うん、もう牛ですね。瀬川栄子です。合体。瀬川栄子、お前牛二頭の中に瀬川栄子さんが一人入ってるぞ。これは一体どうなっちゃうんだ。もう瀬川栄子です。ダメ。お前瀬川栄子さんもうが口癖だから、お前瀬川栄子さんのみになってんじゃねえかよ。ミスっちまったな。おい、ちょっとスーパー乳牛作ってくれよ。もう瀬川栄子です。あれ、もう瀬川栄子です。瀬川栄子さん、何度でも何度でも合体。ドリカムの吉田美也さんと瀬川栄子さんが合体したらどうなっちゃうんだ。何度でも何度でも何度でも。ダメ。二人が混ざってんじゃねえかよ。何度でも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 瀬川美也子、何度でも何度でも何度でも合体。瀬川美和子さんが3人合体してるぞ。どうなるんだ。じゃがいも食べたら思い出せよ。誰、あなた一体誰よ。僕はホクレンの CM の子供です。あ、懐かしい。この後のセリフ覚えてますか。ごく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 、牛乳飲んだら思い出せよですね。あ、牛乳が出てきたということはもしかして、あ、スーパー乳牛です。やったー、できました。いや、よかったですね。できたんで、もう帰ります。ありがとうございました。